ははいこんにちはステロカメラのアイバーです今回ご覧いただいてますレンズは <laughs> ライカの人気オールドレンズズミルックスですねこちらが第2世代のモデルになっておりますはいシリアルが2625394ですので1973年のドイツ製ズミルックス第2世代ということになりますね 1> 第1世代はですね貴婦人というふうに呼ばれた非常にセルバーの美しいレンズなんですけれどもその後継モデルですねこの第2世代は1961年から発売されておりますねファーストモデルは、えー、みずみずしいなんか霞がかかったようなですね幻想的な美しい写りをするんですけれどもこのセカンドモデル第2世代はなんというか写実的というかですねこのメリハリの効いた コントトラスト高めの鮮やかな写りをするレンズですねいずれも一元異次元の写りというふうに言われた人気レンズとなりますので是非是非一度お試しになっていただきたいと思いますでは外観から見ていきます今回もだいぶ綺麗な個体が入荷しておりますねこうフロントから見てもどっかにぶつけたりこすったり したような跡は見受けられませんしこういう滑り止めのローレットですねこういうところの摩耗汚れなんかも見当たらないですねご覧いただいている通りですその他メッキとか塗装の劣化とか文字切れなども見られない非常に綺麗な状態となっておりますマウント部も綺麗ですねこの摩耗とか見当たらないですねはい で持ってレンズガラス自体も非常に綺麗ですね前玉後玉ともにセレキズ、ひっかき傷コーティングの剥離摩耗なども見られない状態ですはい中玉も非常に綺麗ですねこうライトに透かしてみても曇りカビバルサム切れとか、えー、チり埃の混入も目視で確認できませんので 撮影して画質に影響が出るような歌詞は全くゼロと思っていただいて大丈夫です絞りの動きも軽快で滑らかですこうシームレスに動くタイプでなくてこうクリック感があるタイプの絞りですねはい絞りばねすごく綺麗ですね油の乗りとかこう錆び、すれ、汚れなどは全く見られないですはいピントリングも 角域いっぱいまで引っかかりとか動き目らなく滑らかに動いておりますはいで付属品がこちらの前後キャップですねフロントの方はこのライカのロゴがついた黒いこの色を合わせたキャップになっておりますねということで非常に美しい綺麗なズミルックス 50mm 第2世代 ですけれどもこのままもちろん撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の個体ですけれども<ス>そのため精い長くお使いいただくために、えー、改めて分解整備清掃調整をご依頼いただける場合は当店でかけやすで受け負わせていただきますのでオプションからぜひご利用いただけましたらと思います、はい、ということで大変状態のいい デミリックス50 m m 第2世代、えー、1973年のドイツ製の個体となっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。